名前書くの忘れた。よっしゃ、こんばんは。はい、これは配信することは言ってたんでしたっけ。言ってんのか。どうもお疲れ様です。元気ですか。なんかここかゆいです。声聞こえない。これが喋ってなかっただけなのかな。大丈夫か。Can you hear me? 聞こえてる。 OK、 よかった。はい、今日珍しいですよね、この感じこうで珍しめにやっております。明るさどんぐらいでいいんだろう。どんぐらいでいいや。どっちが良かったですか、明るいのと暗いの。ちょっと暗くしますね今。これか。暗すぎるな。これぐらい OK です。オレンジハマってるわけじゃないですよね別に。なんか可愛くないですか。で、あれです、ブログで言ってた、大きすぎて、ま、悩んだんですけど結局今日着てきちゃいました。で、誕生日曜日、生まれた曜日も木曜日で、なんかタイだと色が決められてるんですけど、それもオレンジなんで、で自分が好きな色もたまたまオレンジだったんで、昔から何かいいかなと思って。今リハしてますね。どんどんなっております。はい、で、本日、オクトシーズン2が配信、本日の11時59分に配信します。イエイ、スタートします。いやー、めちゃくちゃ嬉しいですね。ついにスタートするんですが、あと新曲も出ます。なんだっけ、コールドレイン。はい、今俺危なかったっすね。もう一個の方行ってたらあっちの方、何でしたっけ、あの青の身風呂、あれも曲名出てないっす。出てます。それじゃあ、いや、はい、オープニング楽曲コールドレインも、流れる、初ですね、音源解禁されるので、ぜひ皆さん見れる方見ていただきたいですし、 TVer でも見れますので、ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。昨日親から連絡来て、シーズン1全部見たよ、面白いねって言ってました。なんで、いや本当に面白いドラマなんですけど、今回は初出演ということで、とても僕も楽しみです、内容ね。で、始まってないんで本当に詳しいことは言えずって感じではあるんですけど、うん、で曲もめちゃくちゃいいですよ、なんか雰囲気
シーズン1見た方多いっすね。そう、ちょっとね、脱毛しました、多分ヒゲ。うん、僕はどういう感じで出てくるんでしょうか。すごい現場も楽しかったですね。でこの後はインライン終わったら、CL の方でもキャス配信をしますので、ぜひ見に来てください。暑い。クーラーつけま、あ、じゃつけてるか。ちょっと下げましょう。ありがとうございます。鍵を握る重要な役割でございます。それしか言えないんですけど。謎の男役。そうですね。で、こちらのインスタライブはアーカイブ残すとのことです。はい、今日ワイルド心ですね。いろんな、もう僕はもうこれ以上言えないんです、皆さん。すいません。毎週リアタイしようかな。嬉しいですよね。ちょうど配信木曜日だったんで、奥藤も木曜日で、生まれた曜日も木曜日で、すごいですね。ドキドキですね。楽しみですね。あそこでした演技がどういう感じで出るのかっていうのを自分もすごく楽しみです。木曜はそうですね、心の日といっても過言ではないんじゃないでしょうか。なんか今考えながら何話そうかちょっと黙ってたんですけど、本当に言えることがないです。ただ唯一言えるのは、本日から奥とシーズン2スタート、そしてオープニング楽曲コールドレインも解禁ということでですね。ぜひ楽しみにしててください。新曲はどんな感じ？なんだろう、ちょっとダークな感じで、それこそ奥藤に会った、もちろん奥藤のために、あの作られた楽曲でもあるんで、すごい歌詞も連想できるような内容になっていると思います。アメコ飲んでました。アメージングコーヒー、コーヒーガフェ、ガフェダン、毎晩
サングラスはルード、服もルード、全部ルード、ルードボーイ。アメコは普通のアイスコーヒーです。次こんなや、まあ、今回初だったんで演じてみたいやつかなんだろうな。でもあのちょっと青春系も面白そうだなと思ったり、いろんな役やりたいですね。まあ、いがみ合い心くんは見れるんじゃないですか。そろそろ。学園ものとかね。最近の趣味は、あ、お風呂入るときに外しちゃった指輪。なんかないなと思ったら、最近の趣味は寝ることです。すごい寝てますね最近。全然元気ですよ。めっちゃ朝風呂というか外出するとき入りますね。なぜか帰ってきても入るし。いつも寝ることですね。最近の趣味、ライブとか見るのも好きだし、さっきずっとブルノマーズさんの楽曲を流しながら歌いながら多分怒られるギリギリぐらいの声量で歌ってましたね。日本は涼しくなってきましたね。サイキックで、サイフィーで一番好きな曲ありますか？なんだろう、日によったりその時のにもよるんですけど、ラブファイヤー結構好きなんですよね僕。それも聞いてた。さっきワンオークとかも聞くんですか？聞きます。それこそ EXPG 時代に練習楽曲としてやってた時もあるぐらい。チャプトゥーチャプチャプFire or liberties。 My favorite song。 エキスポ行くよ。お、楽しみにしててください。 LDH エキスポが10月、今月10月29
2日間ですか、28、29で長いスタジアム。26、27、失礼しました、すいません。もうそう考えたらもう3週間ぐらい、あっという間ですね。リハーサルも絶賛もやってまして、全体リハーサルもやったんですけど、いい感じです。そうですね、29はそうだ、ファンイベだ。29、今日もなんか話進んでましたが、面白い格好をしたいなーなんて。アジアツアーは来週バンコクでございます。アジアツアー、ソンバンイセプシー、楽しみですね。毎回更新目指して頑張ってます。本当に喋れなくなるぐらいきついです。あれはすごい、久しぶりにあんなきついの、終わった後に自分よくできてるなってすごい自分を褒めてます。今が17分なんで20分ぐらいに終わって、25分ぐらいからキャスに移ります。メガネ気になってる人多いですね。置いとこ、どこに置くの。Wherever you say, ピアスタイで買った。そのサングラス今日初めてかけたんです。絶対にあげません。もうちょっとね、使ったら考えますけど。黒髪似合いますね。ありがとうございます。めっちゃすっぴんですね今日。乾杯。そうだから今日はカチューシャの代わりですね。最近好きなんですよ、サングラスかけ、あの前髪がちょっとうざくてこう上げてすごい楽ですね。カチューシャ変えようっていう話なんですけど。ということでそろそろCLキャスに移りたいと思います。CL キャスにぜひ移動してお話ししましょう。あとオクトーもぜひ楽しみに。楽曲もサイキックフィーバーのコールドレインもぜひ楽しみにしていてください。本日解禁です。それでは CL キャス移動します。 Thank you for watching. カプンカプ、ありがとう。CL で
のっちです。イエイ。